はい、まあ斜めに入りそーっと入ってください。で、親指の付け根から押し出すようにして、ちょっと咳気味です。2画目、はい、はい、転接斜めに押さえ直して、はい、内側に丸みをつけていきます。中心線のところに止めてから貼れます。はい、左払い方向に注意して、同じ力で分泌して、そして払っていきます。はい、仏牛辺です。左払い右上がりの方向を注意します。はい、縦角3画目横角の右側に接していきます。はい、立ててまっすぐです。はい、この右上がりはきつめで払い上げます。はい、次の作りの1画目に向かっていきますね。はい、左払いです。はい、ここも右上がりですけれども、あまりきつくないですね。この転接の波を抑えて、そして丸みをつけて内側に寄せていきます。はい、止めてから跳ねていきます。はい、そして左払い、この2本の左払いそれぞれ方向が違うので気をつけてください。はい、この脂質のところ、横角の脂質のところから1つ目の左払い、はい、そしてその間ぐらいでこちらを縦気味にいきます。はい、仏です。はい、次は生きる。はい、左払い方向に注意して、はい、2画目右上がりちょっと反り気味にいきます。3画目立ててまっすぐです。はい、4画目右上がり直線的に、そして最終角右上がりで伏せていきます。感覚は揃って見えるようにですね、書いていきましょう。はい、光1画目、はい、2画目短い縦角を書くようにして、1、2、そして直線で払って、右上がりの方向、ここの感覚は同じになるぐらい、そして真角に払って、はい、右上がり、はい、あまり右側長くないんですね。そして脂質の位置気をつけていきます。左払いです。中心よりも左から、方向に注意して払います。はい、そしてここ曲がりです。はい、少し内側に向けていきますね。はい、穂先は書くのをどこを通るかを意識して、でクッとちょっと最後お尻を上げて、そしてそこから押し出すようにして跳ね上げていきます。次は輝く。はい、で1、2、3で払って、右上がり、これきつめです。はい、左払い細いですね。
先を生かして、そして押さえて跳ね上げます。こうです。そして中心線のところから、はい、右上がり方向に注意します。押さえて短く跳ねます。はい、右上がり、縦角は内側に寄せて、はい、ここも内側に寄せていきます。はい、ここ細さ気をつけましょう。太さを決めてから鉛筆をしていきます。はい、右上がりで伏せます。はい、最後払っていくという書き方です。はい、このようにして書いていきます。